皆様こんにちは。国際不動産エージェントの鈴木でございます。いつも YouTube 動画見ていただいてありがとうございます。3日間の新潟県旅行から帰ってきまして、今関東に戻ってきました。柏の実家に来ておりますと、まあ、気温34度ぐらいと、まあ、暑いんですけれども、まあ、この木陰で涼しく YouTube 収録をしております。今回の動画は、まあ、ここ2、3週間の間に一気に進んだ円高によって大台を割り込んだ世界の通貨5選という話題でいきますと。日本円これまでですね、もう2022年の前半ぐらいからずーっと円安円安円安と2年半ぐらいずーっとこの傾向が続いてきたのが、ここ2、3週間でもう一気に反転しましたと。アメリカドル161円ぐらいまで行ったのが今146円まで上がってます。つまり150円の大台を割り込んだということで、で私も実は7月15日にですね、台湾出張の時だったかな、円安はそろそろ止まるっていう動画を出して、それが大当たりしてるんですけれども、ただもう私の想像するスピードを超えてですね、円高が進んでおります。でこれってまあいろんな要因があって、その日銀が金利を 0.1% から 0.25% で上げちゃった、その日銀のせいだみたいなことを言う人いるんですけど、大きな枠組みから言うとやっぱりアメリカの景気減速なんです。結構アメリカを起点に考えた方がいろんなことが当たりやすいですけど、本当に日本時間昨日ですねに出たアメリカの雇用統計のですね、数字がかなりショッキングでですね、まあ、ニューヨークダウも暴落に近い状況、日本の日経なんかも連日ナイアガラのようにですね、1000円ぐらい下落とかですね、そういうのが続いている、ちょっと株式市場もかなり株主しい状況になっておりますが、まあ、例えば今手持ちの日本円を使って海外不動産買いたいっていう方にとってはある意味朗報かも知れませんと。はい、これまで円がずーっと価値が下がる一方で、海外不動産なんてとてもとても、海外旅行でさえ行きにくいって言ってた方が一気に対米ドルで1割ぐらいですね、円の購買力が上がったということで、でこれからもやっぱりアメリカ次第なんですけど、要するにアメリカの景気が減速してアメリカの利下げが行われる、まあ、すでに長期金利なんかもかなり 3.7% ぐらいまで下がっていたりして、日米の金利差も結構縮まってきているのでですね、円高またもうちょっと行くのかなという感じもいたしますと。でここ 2,3 週間で大台を割り込んだ通貨、先ほど言った米ドル150円割れ、その他に代表的なものをいくつか紹介します。まずオーストラリアドルですね。弊社のお客様が一番不動産買ってるオーストラリアという国があります。5ドルです。一時期7月10日前後15ドル109円ぐらいまで行ったのが一気に下がって、今96円、つまり100円の大台を割り込んでおりますので、オーストラリア不動産買ってこれから送金っていう人にとっては大朗報だったりいたします。あと次の通貨、イギリスポンドですね。この1ポンド207円ぐらいまで一時期行ったんですけれども、それが今200円の大台割り組んで187円台まで行ってます。イギリスの不動産買いたい、ロンドンでお子さんが留学してなんか住まい買いたいっていう方、諦めずにこれからチャンスなのかもしれませんね。で次にドバイ、要は UAE ですね、アラブ首長国連邦、この UAE のディルハムという通貨ですね。一時期 43.8 円まで行ったのが今なんと40円を割り込んで 39.9 円までなってます。40円割ってるんですね。でドバイってゴールデンビザという制度があって、 AED ディルハム200万ディルハムかな以上の不動産を買えばドバイに、まあ、10年以上長期滞在できるビザがもらえるっていうのがあるんですが、それが8000万円を割ってきたということで、これも一つの節目になるのかなと思います。で最後にインドネシアルピアですね。1ルピアって 0.01 円の大台を一時期達しておりましたけれども、今それを割り込んで 0.009 円
やっぱりこれも円に対して1割ぐらい下がっておりますので、まあ、例えばバリ島のゲストハウス買いたいという方とか、今ジャカルタでも日本も含めてその外国籍の人が個人でインドネシアの不動産所有権を持てるように今なってきたのでですね、この為替でジャカルタのいい場所で投資目的で不動産買ってみたいという方はですね、まあチャンスなのかもしれませんね。ということで今回のお話を終わらせていただきます。これからも為替目が離せませんね。それでは失礼します。さようなら。